皆さんこんにちは。今回はかぼちゃパンを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは普通くらい。練り時間は6分ほどかかりました。生地が練り上がったら1次発酵です。30度で55分発酵させてください。1次発酵中にフィリングを作ります。茹でて柔らかくなったかぼちゃを潰してください。そこへ砂糖とバターを加えて混ぜていきます。フィリングが終わったら生地に戻ります。ガス抜きをして5分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムで10分休ませます。ベンチタイム中にチーズをカットします。さいの目にカットしてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。生地を長方形に伸ばしフィリングを包みます。生地の半分くらいの場所にフィリングを乗せて包んでください。動画のように上の部分に切り込みを入れてください。切り込みを入れたら手前から巻き込んでいきます。あとは動画のように切り込みを乗せていきます。あとはリング状にしてください。ここまでできたら2次発酵です。30度で35分発酵させてください。2次発酵が終わったら表面に卵を塗り、かぼちゃの種を乗せてください。ここまでできたら焼成です。190度で15分焼いたら焼き上がりです。焼き上がったらグラニュー糖を振りかけて完成です。